どうもこんばんは、メイです。今回は、初めてね、ちゃんとした動画投稿っていうのをやってみようと思うんですけど、全然慣れてないんで、あったかい目で見てもらえると嬉しいです。今日は、だいぶ前からいろんな人から、めちゃめちゃ動画にしてほしいって声が多かったバロラントの設定だったり、NVIDIA の細かい設定などを公開できたらなと思います。早速、設定から、言語日本語。これはいいか。敵の色は赤色。これずっと固定です。敵の色を赤色にして、マウスの感度は 800dpi の 0.365 です。スコープ感度が 0.9。で、使ってるマウスが、ロジクールの G Pro Super Light です。マップはこれ。これおすすめ。で、利き手が右で、死体を表示するオン、血を表示するオンです。次。ジャンプにマウスホイール下を入れてます。他は全部、初期設定かな。装備。こんな感じです。少し特徴的なのが、アビリティ1、2、3を使用であるんですけど、アビリティ2を変えてます。もともと初期設定だと E かな。E キーのところを、マウスサイドボタンの奥にしてます。手前はディスコードのこのミュート切り替えなので、奥に割り当ててます。で、スプレーが T。コミュニケーションは V でやってます。チームボイス。ランクとかで報告するときは V をしながらやってます。次は、これはないな。これは特になし。次、クロスヘア。クロスヘアは、もうずーっとこれですね。センタードット使ってます。色はまあ気分によって白だったり、緑だったり、水色にしてますけど、とりあえず、最近はグリーンがマイブームです。輪郭オン。輪郭の不透明度が1。輪郭の厚さが1。センタードットがオン。センタードットの不透明度が1。センタードットのサイズが2です。センタードットのサイズは、1だと小さすぎるし、3だと、なんかでかすぎるんで、間を取って2にしてます。まあ、センタードットなんで、インナーライン、アウターラインは関係ないです。グラフィックはこれ。1920×1080 フル HD で、ここら辺は特にいじってないです。グラフィック品質は、ここを全部丁寧にして、あといじってないかな。ここは誕生日が4月8日なんで、48にしてるだけです。特に意味はないです。で、データは、FPS の表示だけさせてます。この、両方表示させてます。オーディオは特にないかな。あるか。これ。なんか結構前のアップデートで追加された HRTF を有効にするっていう設定はオンにしてないです。僕は。あとそうだ。僕は、イヤホンは Apple の純正のイヤホンを使ってます。とりあえずこのオーディオ関連のやつなんで、一応言っときました。ゲーム内設定はこんぐらいかな。で、次。NVIDIA コントロールパネル。これちょっと細かいんですけど、NVIDIA コントロールパネル開いてもらって、3D 設定の管理ってとこ飛んで、ここですね、ここ。ここ多分、めっちゃ変えてます。あんまり変えてどうなるのかとか全然わかんないんですけど、うちのコーチがこういうの詳しいので、これにしろって言われた設定をそのまま使ってます。これ読むのめんどくさいんで、写すだけでいこうかな。これで、こんな感じです。で、これ終わったら、サラウンド PHYSX の設定ってとこ飛んで、プロセッサーってところを自分の使ってるグラフィックボードに設定してください。こんくらいかな。あと使ってるモニターは BenQ の XL2546K っていうやつを使ってます。一応 240Hz 出るんですけど、ゲーム内は試合中とかだと180ぐらいしか出ないんで、144と変わんないですね。モニターは 144Hz あれば十分かなって個人的には思います。あとね、特にもうこれ以上ないんで、使ってるスキンでも紹介して終わります。プレイヤーカードこれ。結構いい感じなんで気に入ってます。前回のアクト3のやつ25位。めっちゃかっこよくないですかこれ。これ良くないですかめっちゃ25でフィニッシュしてるの。それ置いといて、クラシックはこれ使ってます。プライムクラシック。これ音めっちゃいい。これしかないです。ショーティーは鬼が欲しいけど、高すぎるから、ショーティーに1700円も使えないんで、安いの使ってます。フレンジはこれ。これしか勝たん。ゴーストはソブリン。シェリーフはリーバー。ネンガーはこれ。ベクターはこれ。バッキーはこれ。ダッチこれ。ブルドッグこれ。ガーディアンこれ。ファントムこれ。バンドルはこれ使ってます。で、マーシャルがソブリンマーシャル。オペレーターがイオンオペレーター。あれです。ゴーディン。ナイフはずっと配信よく見てくださってる方ならわかると思うんですけど、9割型これ使ってます。結構いろんなナイフ持ってるんですけど、3ヶ月、4ヶ月近く待ってる、このナイフが来たら、これメインで使っていくんじゃないかなって思います。これ本当に欲しい。これ出たらすぐ買います。よし。今回はね、この辺で終わりにしようかなって思います。今後も少しずつ需要ありそうな動画ネタあったら上げていく予定なので、もしよかったらこういうの上げてほしいみたいな動画のネタがあったら気軽にコメントして言ってもらえると嬉しいです。で、今回は見てくれてありがとうございました。またね。